ちょっと待って、お腹痛くなってきた。やばい。やばい、お腹痛い。じゃあ誰か殺してくんないかな、もう俺を。51060。ちょっと待って、お腹痛いマジで。はいはい、なるほど。皆さんの最終位置とか聞きたいっすね。僕と周年氏が通信室です。あ、そうです。あ、もう絶対無理ですか、その2人一緒にいて。キルされたタイミングとか知らないですから、わかんないです。最終位置はそこです。あ、なるほど。かけそうはバイタルです。バイタル。笹岡エンジンホールです。エンジンホール。ウキコです。エンジンルーム。あ、エンジンルーム。はい。ホールじゃなかった。まあまあまあ、ね、まあ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 、やめてよ。わかるからね。あ、で、夏屋さんどこでしたっけ。ブキコです。上の方です。はい。とりあえず死体発見の経緯としては、はい、死体はまずセキュリティのところにあったんですよ。セキュリティ。はい。で、停電あったと思うんですけども、停電治った瞬間は、義賊キッチンでハンバーガーのとこにいて、うん、で、メッスさんが多分停電、展望デッキのやつで直したのかな、わかんないですけど。あ、多分直したのは僕ですね。あ、おやじさんか。はい。で、その後メッスさんと僕、ほぼ同時にキッチンから、キッチンのドアを開けてから右側に行ったんですよ。はい。で、僕は Wi-Fi があったので、外に出て、Wi-Fi のやつを、うん、まあ、グッドのやつで終わらせたんですよ。はい。で終わりかけの時に小麦サボが来て、はい、セキュリティに入ったら死体があったっていう感じです。セキュリティ3になってました、一瞬。多分だから結構10秒前とかわかんないですけど、割と直近で一番近い人が。あ、直近なら僕梨羽さん疑っちゃうな。あ、というと電気室ですれ違ってますね、それぐらい前に。その時は左から梨羽さんが来たってことですか。左かわかんないですけど、電気室にいて、おお、まあセキュリティいたとしたならすれ違ってますね。なるほどね。聞きますか、はい、じゃあ私、私電気室でかけそばさんとすれ違ったかわかんないんですけど、はい、貨物診察電気セキュリティキッチン武器庫で、通信直しに行ってて、お、セキュリティその時は死んでなかったので、私目線セキュリティキッチン行ってる間にかけそばさんが戻ってやったのかなって。いや、でも僕シャワー周辺で猫屋さんとすれ違ってるんで、セキュリティ一切行ってない。あ、入れました。なるほど。あ、ごめんなさい、僕の正面となるとやっぱり夏芝さん、僕目線だと結構直近のキルなんで、はい、その時点で死体ないっていうのおかしいと思うんで、うん、ちょっと釣りたいっすね、はい、僕ちょっと押します。はい、無理。おい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、かけすまさんいたかな。電気室、電気室いましたね。メインから電気診療室って感じですか。シャワーメイン電気で最後バイタルですね。なるほど。シャワーで猫ニャさんとすれ違ってるんで、証言してくれないかなとは思ってるんですけど、ミュートです、猫ニャさん。猫ニャさんどうですか。はい。猫じじい。じい。こういう時はミュートしなくていいんだよ。なんでそこでミュートをする。逆。いらんいらん、そのミュートは声出させんな。ラウンジいた人誰ですか。ラウンジいた人、まあまあ長くいました。トイレのとこ。誰です。え？絶対いた。ちょっと前ですけど。え、そのメスさん発見の日ですか。あ、はい。メスさんキルです。ラウンジで一回タスクやってたんで、私かもしれないです。あ、それがイクメさん。イクメは100消えました、今ので。あと、まあ、メスさんキルに言うと、そのセキュリティだったら、俺と周年者も多分違う。うん、このキルにも違うよね。俺、夏千葉ちゃんだと思うけど。俺も感覚。ジジ、終わったふりして。
今ゆくみさん怖っ、今の動き。やべ、またお腹痛くなってきたけど。何今日。ちなみにギリでした、さっきもギリ。義足さん、天気怖い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 。義足さん、はい。おお、あ、切られてる？誰か。あ、切れてないか。あー、すいませーん。あれ、切られ、ワイさんか。ワイさんか、ワイさん切られてるわ。ちょっとどうしてもトイレ行きたくなって押したんですけど、もう。はい、すいません。とりあえず、タスク、タスク終わりました、全部。はい、トイレ行きます。すいません。行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。はいはい。あ、今行くのか。あ、でも今、猫ニラさんと僕、昇降機前ですれ違ってたんですけど。はい。とりあえず、多分、ミーティングルームとか昇降機、あたりには死体なかったと思います。ふん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 。ワイさん、一回も見てねえな。私も見てないな。見てないっすね。最初、私、武器庫ですね。左側も。左側怪しいっすけどね。でも単純に、まず、ここで終わってないってことは、さっきの芝子で連れてるってことでいいですよね。はい、そうっすね。多分そうだと思います。うん、で、それを釣りに行ってた太鼓のかけそばさんはほぼ白。うん、はい。で、執念さんもかなり通気に通じに行ってるんで、かなり白。はい。で、メッス、誰だっけな、はいはいはい、初日が誰じゃ、ポンピーさんでしたっけ。はい。初日 P ですね。はい。P さんで、でそれがまあ、まあ、多分夏芝さんが、まあ、比較目線は怪しいと。そうそう。で、2日目、比較のキルに関しては確か左側でおそらく切ってるで。それが俺と猫じいとイクミさんです。そうですよね。で、でも周年さんほぼ白、うん、で今回猫ニラさんこれボタン、まあ、トイレとはいえど、はい、はい、ボタン時点で結構白いって、はい、まあ俺も白いと思います。すいませんでした。